エンドラ倒しに来ました。プーレ全然いける、全然いける。さあ、誕生の瞬間です。あ、来たか、くらえ。はい、どうも皆さん、マグニーでございます。お元気でいらっしゃいましたでしょうか。やってまいりました。夜か、夜明けか、いや夜だな。すいや、おやす。前回はこんなことやっておりました。そしてですね、もろもろ概要欄もね、一緒に見ていただければと思っております。そして今日はですね、マグクラが終わるか終わらないかって言ってたあの時のリベンジです。本日もやってまいります。ショータ、お分かりですね。まあ、このために準備もしましたよと。これで着火するわけですね。はい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 、着火して倒していくわけなんだけども、果たしてうまくいくのかどうかっていうところでございます。そうそうそう、また今後の話なんだけど、海賊団またね、こっち招集して海賊団のみんなにですね、建築をしてもらおうと思ってるんですよね。でそれでね、物資を集めないといけないんだけど、多くの木材が、ね、圧倒的に足りてない。集めたいのが何かしらの原木が60スタック20人分なんで、と石が20、60スタックの、でガラスが30スタックです。ちょっとごめんね、エンドラー行く前に原木の様子だけ確かめさせて。こっちにはないよな。あ、いやでもちょっとあったかも。ちょっと、てか、ジャングルとダークオークか。なるほど。ってことで、行くのは、こちら。ジャングルバイオーム。はい、どうもでーす。何の原木を使うかなんだな。原木結構もう持ってっちゃってるな。あー、持ってっちゃってるのか。ここにはもうオークはない。海賊団のみんながここ買ってくれてたんだよ。オークこんだけしかない。白樺もない。ジャングルで行くかってなるんだけど、ジャングルの方が一番ゴールには近いかな。この60スタックとなると、1ラージチェストで54スタックなんで、プラス6スタックなんですよね。1ラージチェストプラス6スタックなんで、やっぱジャングルの木材集めるのが早そうだなっていう気はするね。ってことで目標も決まったところで、今からじゃあジャングルの木材集めに行こうかってわけじゃないから、そこは安心してほしいんだけど、ではリベンジ行くか。ドキドキするな。うまく倒せなかったらどうしようってのもあるけど、まあ倒せないことはないと思ってるんで、まあただね、バカみたいに鉄の装備なんだよね。うん、そこがちょっと怖いところではある。まあエンドラに関してはもうほぼほぼ毎週1体ぐらいは倒してるのかなって気はするので、毎週1体でもなく、最近ちょっとやってなかったりする。まあどっちにしてもぼちぼちは倒してるので、エンドラに困ることはないんだろうけど、そうだな。ちょっと待って、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 これせっかく、ごめんねごめんね、せっかく行くんだったらあれも並行してやろうかな。ベッド爆破ついでにやっちゃおう。黒曜石も出しといて、ベッド爆破についてね、いろいろ私も勉強はしておりますので、まあ、その辺もついでにコンテンツとしてお届けできればということですわ。もしもの時のために TNT で倒せちゃったら、それはそれでいいんだよ。もう一人呼べるぐらいにしとこうかな。やばい、ガスのダメで3つある。やば、全然いける、全然いける。ガスのダメで1個ゲットすればエンドラ2体倒せることになるもんね。あ、いた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 。ちょっとちょっとちょっと、そのままちょっと高さ変えないで、高さ変えないで。よしよし、あー、取れた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 。じゃあねー。基本的にですね、 RTA 思想で言うとですね、エンドクリスタルをね、上の方にできるあのクリスタルがね、を破壊しない方向で進めていくんですけど、あ、そうだ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 、潰されると嫌なんで、黒曜石で囲っとこうか。看板が潰されるの嫌なんで。じゃあとりあえず TNT から行くかね。 TNT でダメな可能性非常に高いから、そこの保険じゃないけど、行きますよ行きますよ。さあ、エンダードラゴン復活の瞬間をご覧ください。おーおー、さあ、あと何個時間が、待たないといけないから辛いな。あそこ黒曜石無事なのか、果たして、果たしてあそこの黒曜石無事なのか。さあ、誕生の瞬間です。ドラちゃん、あ、無事だね、全然無事だった。じゃあこうなりましたね、こうなりましたね。じゃあ次は TNT を設置します。ほいでこれを、ま、起爆するのに、ま、こういうことですね。これでも起爆できんじゃん。ドガーン。これがまあベッドとどっちが強いかっていうところもやっぱ気になるところなんで、ていていていて、で当たり判定出して、エンダードラゴンが、あ、そろそろこうやってくるなって時になったらエンダーパールに近づく。なんでかっていうと、あそこのポータルの近くにこれがあると全く話お話にならないので、ちょっと離れたところでですね、この息をね、
吐かせといてっていうことがやっぱり有効らしいです。あ、来た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 。せーの。ははは、よえー、よえー。オケねー。え、ダメだな、 TLT 全然ダメだな。そうか、やっぱり連発できない辛さがあるな。いやいやいや、とはいえもうこれで諦めるのはちょっとね違う気がするんで。これで入ってくんないかな。ダメか。え、うっさー。復活すんのここかい。エンダードラゴンなんでちょっと減ってんの。よし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 、大体あったぞ。はい、これで一応クリスタル全部破壊した状態です、皆さんね。あとは何発で倒せるかですよ。こうしてたくさん TNT を仕掛けてね、たくさん仕掛けるじゃん。あ、来たか、くらえー、8発ぐらい。うわー、逃げるやん。一発とダメージほとんど変わってないんだけど、あとはね TNT の起爆のタイミングだな。1、2、3、4、5、6、7、8、8TNT を今設置しました。もう降りてきたの？そうだ、いけ、あっちこの TNT の裏裏裏裏裏。いや、まあ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 入ったな、まあまあ入ったな、まあまあ入った、まあまあ入った、よし。今ご覧いただいたのが8発、 8TNT の攻撃力ですね。もっと増やしていきましょうよ。また来たの？早いよ、来るの。1、2、3、4、5、6、7、8、9、10、11、12、13、14、15、16、17、18、19、20、いいね、20、20TNT。 さあ、うら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 。お前怒っとんかい。怒り方すごい。やっぱやっぱで、下やっぱ下やっぱ。ちょっとそれはやっぱ下やっぱ。イエーイ、なめんな。でも一発で十分ってことで、いや一発で少ないのか。ほら行け、くたばれよ、くらいなさい。 TNT 攻撃、まあまあ食らった、まあまあ食らった。もっと爆発を早くしないとダメかな。そうすればまだあるかもしんないよ。あのベッドバカーでもそうじゃん、着地するエンダードラゴン、ドラゴンが定位置につく。やべ、やっちゃった。ごめん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 、なんで生きてんだよお前。あやばい、うー、めっちゃ怒ってる。フライお前ら、あエンダーマンたちを食らえ、これが TNT だ。完璧なタイミングだと思います。あれ、これだ、こい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 、はい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 、あ
また怒られた。やめてエンダーマン。本気出せ本気。これ何個 ?1,2,3,4,5,6,7,8,9,10,11,12,13,14,15,16,17,18,19,20,21,21,21,30,31,30連 TNT かましてやりますわ。一番嫌がるタイミングで、さあ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 3,2,1,30連。暗いな。うわー、いかん、惜しい、やばい、さよなら、グッバイドラゴン。ヒタ登録するタイミング、というわけで今回使いました TNT は2スタックと34とか6とかなんかそんな感じでございました。まあほぼ200だね。あ、言い過ぎました。ほぼ200は言い過ぎました。150と、まあ、160個ぐらいの TNT を、まあ、ほぼほぼ無駄にしてしまいまして、ほぼほぼ無駄にしてはおりましたけれども使ったということになりました。あ、けど申し上げておりました、ベトバクをかましていきたいと思います。あ、さあまた始まりました。じゃああとはエンダードラゴン、ドラゴンさんが真ん中に降りてくるのを待つばかり。周りのエンドクリスタルを潰す必要はもうございません。うん、 TNT やっぱダメだったな。 TNT 行けりゃ誰みんなやってるわな。まあでも自分で普通にこう一発殴るよりはですね、 TNT 一発の方がやっぱ威力が高いので、そういう意味ではまあまあありっちゃありなのかもしれませんね。あー惜しい。おら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 やばい。よし、ダメだー、なんなのー。はい、というわけでですね、TNT ではエンドラ倒せないね。はっきりわかんだね。